フリースタイルフットボール、ボールをねゴールに叩き込むだけが使い道じゃないっていうことをね証明した一つの競技でございます。これを使ってね、どうよこの技、すごいっしょ。さあさあ続きまして出てきたのはフリースタイルバスケットボーラーダンス。これをねゴールに叩き込むだけじゃないぜ、バスケットボールはダンスに使うもんだ。そうフリースタイルバスケットボーラーダンス、よろしくお願いします。九州で一番ヤバいやつですよ、半端ないっすよ。みんなよく見ててね。私もちょっとだけパフォーマンスさせてくださいよ、マイクチェック、ヒューマンビートボックス、皆さん聞いたことあると思います。今度ね、ダル君とコラボさせてください。皆さん手拍子お願いします。
ちなみに打ち合わせなし即興です。なんとか決まったのかな、わかんないけど、皆さん盛り上がっていただけたでしょうか。イエーイ、はい、ありがとうございます。時間的にももうそろそろなんじゃないですかね。もうぼちぼちなんじゃないですかね。とりあえずね、まあ、若い子たちはね早めに帰らなきゃいけないのでですね、なんでしょう、はい、また踊りたい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 のね。めっちゃ目ピカピカしてる。皆さん、踊らせていいですか。大丈夫ですかね。ちょっとね、時間がね、ちょっとね、大丈夫？いや、ね、をつぶろう。今日は俺は見えない。うん、よし。じゃあラストの曲ラストの曲、皆さん一回見た方もいらっしゃると思うんですがね、最後はリトルガールズの踊るポンポコリンを、流します。
とうございました。メロンワールドでございました。右の方ではですね、マジシャン匠が勝手に沸かせております。マジシャン匠をね、よかったら声かけてあげてください。とりあえずね、まあ、音大きい音を使うのはね、もうこれで終わりですね。時間的にもね、そろそろ終電、電車のね、路面電車の終電も近づいてきてますので、皆さん、ね、港祭りお疲れ様でした。今日はね、ゆっくり家に帰って休んでください。今日本当に皆さんありがとうございました。お帰りの途中の皆さんありがとうございました。なんだうるせえな、くそ。はい、改めてみんな、はい、お礼言いましょう。はい、ありがとうございました。さあ、なんか写真の1枚や2枚ぐらい撮って帰ってあげてください。リドルガールです。ツイッターもフォローしてあげてね。